紹介していきます。
いつものよろしく。はーい。それでは皆さんもご一緒に参りましょう。550年前の活例へ、いざ出発。わかった。
宴を開いている準備は整った。あとは、アマオリ様の合図を待つだけだ。
として海外と貿易を行い力をつけ活連にかつてないほどの繁栄をもたらしました。琉球の中でも有力なアジとして頭角を現すようになると次第に戦の波に飲まれていきました。そして最後は首里王府に反旗を翻した反逆者として歴史の中にその名を残すことになったのです。しかし古くから伝わるおもろ草子には活連の雨割りをたたえる歌が数多く残されています。活連の雨割り聞こえ雨割りや弱二の豊見キムタカの雨割り活連の雨割りキムタカの雨割りは立派である。名高い雨割りは国の豊見人として評判であると活連の豊見手だキムタカの雨割りは活連に生きる人々にとって誇り高き民草の王として今も語り継がれています。皆様、アマワリ様誕生の物語お楽しみに続けますでしょうか。このカツレンの誇り高き王アマワリ様の物語は私たち地元中高生現代版組踊り、キムタカのアマワリとして先輩方から受け継ぎ20年以上にわたり舞台公演を続けています。このステージはその舞台のスピンアートのもう一つの物語です。いつか現代版組踊り、キムタカのアマワリでもお会いできると嬉しいです。そしてこの物語でお伝えしきれなかったことをこの施設内の展示でご紹介しています。また実際に活連城跡に足を運んでいただければ琉球の歴史を感じていただけると思います。ぜひこの後も楽しい時間をお過ごしください。本日のご鑑賞ありがとうございました。ありがとうございました。That's all, folks.